みんな同じようなもんですね、これ多分。酒飛んでる人がいない分、ちょっとだけ、うん、そうですね、まあ、タッチさんがちょっと沈んだかなっていう感じですか、はい、これで。で、2着、2回のゴリちゃんさんもちょっと沈む。全然。タッチさんが沈んで、グリーンさんがちょっと浮いたぐらいの感じですか。はい、あ、グリーンさん、さっきチップなかったよな。あ、はい、そうや、チップがなかったですね。今回もチップは取ってない。うん、まあ、グリーンさんとゴリジャンさんがちょっと、多分ね、はい、2人がちょっと持ってて、うん、その分ちょっとへこんでるって感じですか、タッチさんが。そうですね、ゴリジャンさんがやっぱり結構浮いてますね、チップの分。なるほど。あ、チップの分で浮いてるんですね。すごいですね、チップって。はい、花灰は抜きドアです。はい、抜きとか。ゴリジャンさんがここでトップを取るとちょっと頭一つ出る感じになりますね。そうですね、はい、後半戦に向けて。そうです、3ピンと代表で空だったから、まあリーチしてないんですけど、うん、まあ、白1点にかけるのは無理だっていうことですね、うん、あれありありやったら白出たダマでも上がれるんですけど、本当ですね、関先は上がれないんで、うん、これあのグリーンさん箱をポンですね、ドラの箱ですね。お、うん、さあシャーも泣いた。お、シャーも泣いた。うん、おっと、スピン曲げだ。おお、4センチカンパース。はい、うわー、ゴリジャンさんこれきついな、パーソンというかもうほぼほぼ想像の目が当たりなんですけど川の層的にはシャンポン以外やったらもう想像の上しかないですからね、これ。花灰は切れるので大丈夫ですよ。ローキューピン入ったらどっち切んの。そこですよね、パソ切り。ローキューピン入ったら、そうよね、パソ、なんか形でいくと。あ、だってパーソー行ってチーソー感したくないですか。いやー、どう、ね、まあパーソーになりそうですけどね、これ普通はね。てかまあそもそも行かないも全然ありだと思いますけど、まあ、パーソーか、うん、普通はパーソーなるよね。あ、ロサリーするでもどっちか行くならパーソーですよね。そうなんですね、まあまあどっちも行かないかパーソーかじゃないですか。多分本流率似たようなもんですけどね、今の。うん、似たようなもんまで行き過ぎかな。サブロッソーの方が一番多いか。やっぱサブロッソーがあるんでね。はい、レンチャンです。満貫の上がりですね。お、国士、国士今かなりの数あったよ。お前1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 かなりあるよこれ、うんうんうん、ほら10ぐらいあります。お、え、何あるの。 E ピン9ピンだけじゃないの。 E ピンあります。え、9ピン、9ピン、お、ペヒータ、ペヒータ、え、リーチ、うわー、キューピン待ち、キューピン待ち、うわ、しかもあの顔一発だ、やった、やった、やった、マジで利息、利息国士裏5万点、えぐい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 、うわー、なんと、マジかマジかって感じですね、これ。3巡目の利息国士、これ即チップもらえますよね。はい、即裏、即裏、裏まで飛んだ。いや、裏まで飛んだ、裏まで飛んだ、マジかこれ。嘘やん、7枚、いや、じゃあ6枚、8枚、え、あ、出上がりそうか。6,7,8,8ですね、えぐい、いやマジで嘘やん、7,8ってリーチなのが面白いし、ざわざわ言う暇すらなかったんけど。いや、これ待ってもらおう、これしょうがないでしょ、これ、やばい、しょうがないよね。どうでしょうね、まあ一応ローキューピンもまだ否定はされてなかったんですけど、親の国士の8枚オールとはいえ、イーシャンテンカだから、ローピン、キューピンで、そうですね、とはいえ、キューピンぐらい打つでしょ。これは普通にキューピンいくんじゃないですか、この顔やスーピン、イーピンとか言って終わるか。イーピンは終われないけど、終われないですよ、でもスーピン抜いちゃうと何もなかったら。終わるんやったらスーピン、リアンピン、リアンピンかな。あ、リアンピン、いや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 、やめるんだ、あ、リアンピンか、やめるんならそうしますけど、うん、いやいや、9ピンぐらい打つでしょ9ピンぐらい打ちますよ打
ちますか。打ちますよ。朝ピンでも打つって。いや僕はほんまに打たないと思いますけど。え、かっこいい。何それ。じゃあもうなんか山のくせですけど。そんなかっこいい打ち振りしてどうすんのね。やんめん、やんめん切り。そんなん後からやったら見とったら言えるやん。やんめん落としは危ないって言うやん。あ、まあまあまあ確かに。でもこの順目でダブルメンツ落としとかないですって。ないない。そんなだって選択できるってことですよ、この順目で。そうヒロキューピンのどけ外そうってことですよ。ないですよね。そういうことにしときましょう。サーピンでも打つって。打つせに。じゃあ打つのがぬぐいとかぬぐくないとか話じゃなくて、なくてやけど。打たんって言った。もうなんか答え合わせしてからずるいよ。ずるい。まあ、サーピン。そんなやつとは知らなかった。じゃあ春も打たへん。もうあかんな。もうあかんな。あんなとこで運使ってたらあかんで。そしたら。はい、じゃあゴリジャーさん。はい、ゴリジャーさんからお願いします。ゴリジャーさん、ゴリジャーさん、最後ちょっと悲劇が、はい、いやちょっとあれないよね。びっくりしました、めっちゃ。もうめっちゃ声出てしまいました。聞こえました。マジか。当たるだけでもマジかやのに、うん、しかもみたいな。しかもおかしいってなりますよね。バラバラやんけと思って。バラバラ。それテンパってるってなって。バラバラやんけ。それはないわ。しかも親に即裏ですもんね。あ、即裏です。即裏で、まあ、あんま関係ないですけど。関係ないですけど。ドラマで撮られましたもんね。そうそう、ひどい。ちょっとミステラ最強は僕やったんですけど、ここじゃちょっと僕まだ早かったですね。いやミステラ、ね、あの、まあ、次秘密兵器が、秘密兵器がテポとちょっと掘り込むんで、はい、やってくれると思います。まあ、後半ね、後半ちょっと応援団に回りましょうか。あ、ありますね。はい、お疲れ様です。はい、後半戦も頑張ってください。はい、タッチさんですね。はい、タッチさん、タッチさんお願いします。タッチさん、最初ね、すごい軽く撮って、いい感じでスタートしたんですけど、そこからね、打たんでよかったですね。打たんでよかった。びっくりしました。打ちますよね、あんなね。だって、タッチさんもう一回切ってる、キューピン。え、僕、切ってますよ。切ってますよね、キューピンね。ローキューピンかと思ったら、びっくりしました。打ちますよね、こんな。びっくりですね。それだけでもついてました。ついてました。あのチーピンはまあ当たってもまあいいかみたいな感じですか。あ、ダブロンのやつ。はい。うん、まあいいかとは思ってないですけど。はい、よくはないけども、でもあんまり上がれそうもなかったんですけど。はい。うん、泣いたら降りるののやつですか。え？泣いたら降りるののやつです。泣いたら。あ、いや、そんなことは別にないですけど。そう、そんなん、それはないですよ。降りますよ。泣いても降りますよ。泣いても降りますよ。はい。親に通りそうやった感じも。動かない。まだ、ボクシング3回は。親には、あ、そう、こっちが親のシャンパンは意外だったんですけど。そうですよね。はい。はい、そうですよね、多分。はい。後半戦、多分ね、タチさんまだ。どれぐらいだろう、うん、今マイナス15なんで、マイナス…ちょっとマイナス…マイナス50ぐらいですか。うんうん、なんで後半戦ね、はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、それではグリーンさん。はい、前半戦トップ通過です。グリーンさんお願いします。でもすごーい、びっくりした。いや、ハイパイ良かったっす。ハイパイいいっちゅうか悪いっちゅうか、よくわからんけど。もうね。ねシャキッと、うん、全然緊張感もない。いや、めっちゃ緊張してて。いや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 、なんか赤ウピン着てリーチしちゃったやつとかあったじゃないですか。あれ、ヤンピン切れましたね。ヤンピン切れましたね。そう言わなかったですけど、はい、やっちゃったね。いい傾向があるから、別にね。あとなんかダブトンポンチ忘れたとか。あー、そうですか。それちょっと拾えてなかったですね。まあでもいや、でももう最後のね、そんなん超消しですね。あとあのなんか、優しそこでしたっけ、あの、はい、寄せるやつ。あ、はい、優しそこ。あれも全部トイメンさんにやってもらっちゃったんで、申し訳ないなと思って。あれはね、でもサンマの慣れてる人がやったらいいと思いますよ。そうそうそう、優しそこなんで、名の通り。はい、すごい緊張しちゃった。緊張して、でもね、いいとこ見して。はい、ね、いいスタート切ったんで、後半も同じように。この展望ね。持ってね、はい、まあまああんまね、でもね、まあ、まあご存知でしょうが、はい、守りに行くと結構痛みに合うんで、はい、ね、今の感じで、はい、トップやからといって守りすぎず、はい、かつ無理しすぎず、はい、難しいかもしれないですもんね、はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます、はい、すごい素敵でした。はい、そしたらまた10分ぐらい休憩させていただいて、ね、10分ほど休憩して、じゃあ今日最後の後半戦をお送りします、はい、こちらご覧になってお待ちください。